仙台原発の運転延長に反対する市民団体は、きょう、塩田知事宛てに運転延長を認めないよう求める署名を提出しました。団体では今後、県民投票の実施に向けた取り組みも進める考えです。県庁を訪れたのは、反原発の市民団体、原発ゼロを目指す県民の会のメンバーです。仙台原発1、2号機は来年、再来年に40年の運転期限を迎え、九州電力が20年の運転延長を申請しています。きょうは団体の代表者がおよそ7300人分の署名が書かれた塩田知事宛ての陳情書を県の担当課に手渡しました。陳情書では福島第一原発の事故を踏まえて、原発は環境汚染を起こす最たるものとして、仙台原発の運転延長を認めないよう求めています。運転の延長をめぐって塩田知事は、必要に応じて県民投票の実施をマニフェストに掲げていて、別の市民団体が県民投票の実施を目指し、来月署名活動を開始する予定です。今日県庁を訪れた団体も連携して活動に取り組む考えを示しました。県民投票は、いい機会ですので、一人一人が20年延長をするかどうかをきちんと意思表示できる場ですので、その県民投票を開くことをまず訴えていきたいと思っています。